はいどうも、なめこのぼちゃび、りょんたんです。今回、タイトルにあります通り、旅館宿泊記ということで、ホテルイサゴ神戸、こちらの方に泊まってきましたんで、早速紹介していきます。まずアクセスに関してなんですけども、JR 新幹線の新神戸駅、もしくは神戸市営地下鉄新神戸駅から徒歩5分といったところの旅館となります。では今回まず早速部屋の方の紹介となるんですけども、今回仕事終わりに駆けつけましたんで、滞在時間が短いんでね、一番安いグレードの部屋にしております。今回は洋室のセミダブルという部屋にしておりまして、部屋の広さは 12.8 平米、ね。ご覧のようにビジネスホテルって感じの広さとなってますね。この料亭旅館ホテルイサゴ神戸、部屋の種類がいっぱいありまして、洋室タイプが5種類、そして和室のタイプが5種類ということで、計10種類の部屋のタイプがあります。で今回先ほども言いました通り、一番安い部屋なんですけども、セミダブルベッドがドーンとありまして、ベッドの上にはこんな感じでね、料亭旅館ということで、まあ温泉がありますんで、浴衣セット一式、そしてホテル名のロゴが入りました。このね、持ち帰り OK なタオルもね、2枚入ってましたし、いわゆるこう脱いだ服とか濡れたものを収納できるようなね、巾着袋もついてました。そしてこちらの方は浴衣ということで、こちらの方で館内はね、うろちょろできるみたいです。そして反対側にはね、ビジネスホテルと同じ感じの、いわゆる狭いテーブルっていうんですかね。このテーブルではね、マック広げてどやれるにはちょっと面積的に厳しそうなね、デスクがついてますね。そして机の上には所狭しと、各種ホテル案内、リモコン、ティーセット、コップ関係、ティッシュ、電気ケトルが並んでおります。この電気ケトル系ね、前にビジネスホテルで中でおしっこを沸かすとかね、あとはなんかパンツを入れて熱湯消毒するとかね、そういった記事を見かけて以来怖くてなかなか使えないですね。こちらちょっとタコ足配線っぽいようなのが気になりましたね。三つ股に分かれるのを2つかましてるんで、なんとなくね、ちょっと発火製品かなって気になりました。そして無料の煎茶のパックがね、置いてありましたね。そしてこちらの方よくあるホテルにありますちっちゃい冷蔵庫なんですけども、まあ、ウェルカムドリンクに当たるのかな、水の方とこちらちらと映ってますねお茶、缶のお茶がね置いてありましてこちらの方ご自由にお飲みくださいって感じでした。そしてこちらの部屋は特に予約時選択したわけじゃないんですけども、喫煙 OK な部屋でしたね。こんな感じで灰皿とマッチがありましたね。興味マッチってなかなか見ないですよね。なんとなく部屋がね、やにくさかったですね。僕自身父親がタバコ吸いますんで、まあヤニの匂いはね、そんなに気にならないんですね。なんとなく懐かしい匂いを感じましたね。子供の頃に嗅いだ父親の匂いって感じですかね。はい、そしてこちらの方はバスルームということで、よりはユニットバスということでね、トイレとお風呂が一体となっておりまして、こちらの方にもアメニティ類揃ってまして、マウスウォッシュ、歯ブラシ、そしてコップ、シャンプーリンス、一式がね、揃っております。まあ、こちらの方、先にも述べました通り、料亭旅館ということで温泉ありますんでね、僕の方は温泉利用しましたんで、こちらの、バスルームは使ってません。そしてチェックインの時にこちら、地域共通クーポンいただきまして、後で料金の方は言うんですけども、4枚4000分いただきました。そしてこちらの存在知らなかったんですけどね、温泉地はお土産購入券ということで、今回1万円以上の宿泊だったんで、2000円分のお土産の購入に充てられる券いただきました。これは地味にありがたい。そして早速食事の方ね、楽しんでいきましょう。今回、じゃらんで予約したんですけども、宿泊料金がね、2万4000円ぐらいする、なかなかいい値段するね、宿泊プランなんですね。で、神戸牛、神戸ということで、やっぱ神戸牛ね、楽しみたいということで、2食付きのプランに申し込んでおります。なんで、ね、まあ、これから紹介するんですけども、神戸牛のフルコースがつきまして、でも部屋は先ほどの通りビジネスホテルみたいな感じで安いんでね、まあ、2万4000の宿泊費のうち、8000円ぐらいが部屋代でしょうかね。そして、この料理がまあ1万8000、1万6000円分ぐらいのコース料理となってますね。
そして今回一人での利用でしたんで、こんな感じの特別席ね、用意していただきました。ね、正面には壁しかないし、左右はこんな感じで屏風でね、パーテーションで覆われてますんで、プライベート感満載ということで、こちらありがたいですね。あんまりやっぱこういったね、お店関係で食事すると、一人って結構肩身が狭いというかね、周りからの目線が気になりますんで、まあ、こんな感じで思いっきりこうね、遮蔽してあったら他人の目線が気にならないんで、非常にありがたいですね。こちらはドリンクメニューということで、マリオットのね、ホテル系列でレストランで和食食べると、梅酒1杯1000円ぐらいするんですけども、こちらの方はね、梅酒グラスで500円ということで、なかなか手が出しやすい価格設定でした。そして今回のこちらのメニュー、こんな感じになってます。神戸牛尽くしということで、はい、楽しみです。そして季節の前菜ということで、こんな感じのね、黒い丸いお盆に入ってきたのがこんな感じ。肉系と魚系とね、なんちゃってお寿司みたいな感じなんもありまして、ちょっと内容ね、個々に忘れちゃったんで、皆さんのご想像にお任せします。はい。そしてこちらの方が季節の鮮魚3種類。マグロとハマチとタイだったかな。飲み物は日本酒ということで熱燗をいただきました。ここ最近一気に寒くなりましたんでね、熱燗日本酒温めたやつはなかなかね、体が温まりますし、こういった和食の前菜刺身ね、合いますね。こちらワンモノということで、今回ね、茶碗蒸しなんですけども、ビーフシチューの茶碗蒸しということで、下側に茶碗蒸しがありまして、その上にビーフシチューがね乗ってるというすごい組み合わせで驚いたんですけど、はい、これがねめちゃくちゃ美味しかった。当然茶碗蒸しの部分はね、出汁の効いた卵プリンプリンで美味しかったんですけども、その上にもねコクのあるビーフシチューが乗ってまして、肉もほどほどに乗っておりましたんで、この組み合わせはね反則ですね。美味しかった。これそして一気に肉料理運ばれてきました。まずこちら神戸牛の握りですね。こちら神戸牛のしゃぶしゃぶ盛り込み野菜ということで、こちらねしゃぶしゃぶしていただきますね。でこちら隠れてるんですけども、神戸牛の鉄板焼き、旬の焼き野菜ということで、ね、この後火つけて焼いていきます。こちらはローストビーフが3切れ乗った野菜サラダということで、ね、野菜サラダめっちゃ豪華な肉野菜サラダでした。すごい壮観ですね、こういう風に並ぶと。それではしゃぶしゃぶしている映像をバックにちょっとした解説なんですけども、このイサゴ神戸、いろんな懐石料理いただきまして、まあ、今回僕が頼んでいるのが神戸牛尽くし懐石、それ以外にもこの冬でしたらカニ尽くし懐石、そしてイケフグ懐石、そして旬のいわゆる懐石、一般的な懐石料理とね、いろんな種類いただけますんで、結構まあいろんな人の好みに対応できるかと思います。で僕が今回利用している神戸牛尽くし懐石、1万8000円ということで、税込みサービス料込むと、まあ、2万円ちょっとなりますかね。で僕の方は今回、それと朝食ついて、1泊部屋付きで2万4000円ほどのじゃらんの、内容で申し込んでおります。以前僕が、同じくね、YouTube の方で動画上げてるんですけども、小豆島国際ホテル、そちらを家族で泊まった時に、宿泊ね、期間限定のポイントがつきまして、そちらの方が1万6000円ほどありましたんで、まあ、今回の、プランでした2万4000円、そちらの方が GoTo 適用になりまして、支払いの方は1万6000円ほどなんですけども、全額、ほぼほぼ全額、そのジャランの期間限定ポイントに当てまして、ほぼほぼ持ち出しゼロで宿泊させていただいてます。それに加えて、5地域共通クーポン4000円分、そしてお土産券2000円分もいただきましたんで、今回もね、なかなかお得に泊まらせていただきました。画面の方ではしゃぶしゃぶ完成しまして、こんな感じでごまだれにつけていただきます。はい、めっちゃね、柔らかくて美味しかったです。続いて神戸牛の鉄板焼き焼いていきます。今回のコースね、2つ、しゃぶしゃぶと鉄板焼き、2つ、化学燃料使うタイプのやつありますんで、
まあ、好みに合わせて火つける順番ね、選ぶことができます。僕の方は最後にやっぱご飯と一緒にこのステーキ食べたかったんで、先にしゃぶしゃぶいただきまして、その後にステーキって順番にしました。あ、さあ、めっちゃね、美味しそうですね。各料理一つ一つね、そんなに量ないように見えるんですけども、品数が多いですんで、一通り終わりますと、もう最後お腹いっぱいになりましたね。そして最後にご飯と味噌汁、お漬物をいただきます。こちらご飯の方はコシヒカリということで、兵庫県産のコシヒカリ、近くにあります井上農園でのお米ね、使われているそうですね。ちょっとだけに見えるんですけども、お室にたっぷりと入ってますんで、たくさん食べたい方はね、いくらでもよそうことができます。なお、一緒にできた味噌汁とたくあんがね、めちゃくちゃ美味しかったです。合わせ味噌ということで、めちゃくちゃ味が濃くてね、おかわりしたいくらいの美味しさの味噌汁、そして甘めに味付けされたたくあんがね、よくご飯と合いました。そして最後に締めのデザートということで、フルーツ盛りといちごのパンナコッタが出てきました。はいはい、そしてごちそうさまでした。大満足のね、神戸牛尽くし懐石でした。そしてこちらの方をぐるっと回ってるのが、このイサゴ神戸のエントランス、フロント周辺ね、こんな感じとなってます。そんなに大きな旅館じゃないんでね、全体的にひっそりとした、小さなこじんまりとしたエントランス周りとなってますね。こちら先に紹介しましたお土産券もらいました、兵庫県の名湯に泊まろうキャンペーンということで、ね、ありがたくこの後使わせていただきます。こちらの方はなんかいい肉買ってるよっていうなんか表彰されたなんかプレートがね飾ってありますね。こちらの方がお土産コーナーということで、早速ね、いただいた2,000円。結構ね、使えるところが限定されるみたいなんですよね。ってことで、こちらの方でね、黒毛和牛カレーね、700円かける3パックね、2100円ありがたく使わせていただきました。結構館内はね、そんなに広くはないんですけど、いろんなね、こんな感じでオブジェクト、モニュメントとか結構凝ってありまして、なかなかいい雰囲気だったかなと思います。お腹もいっぱいになったところで、今度は体をきれいにしていきましょう。今回旅館ということでね、館内にも温泉が引いてあります。六甲布引き温泉ということで、泉質が重曹泉、いわゆる塩化ナトリウム系、しょっぱい系ですかね。美人の湯、美肌の湯と言われておりまして、まあ現在は例のあれの関係でね、大浴場をフルに開放しているんじゃなしに、宿泊客ごとに20分から25分ほどね、時間指定しての入浴となります。事前チェックインの際にね、利用時間を聞かれまして、その時間だけ使えるといった感じですね。貸切温泉ということになりますんで、なかなかいいんじゃないでしょうか。で、今回線香の湯ということで、竹とヒノキを使用した和モダンな浴室ということで、心を解きほぐすヒノキの香りが疲れを癒すそうです。はい、そして一夜明けましておはようございますと、はい、こちらね、早速またレストランの方やってきまして、朝食をいただきます。これ予想外だったのが、朝食めっちゃ豪華ね。夕食の神戸牛尽くし懐石ばっかりね、頭に入れてたんですけど、こんなに朝食豪華やとは思いませんでした。ホームページの記載の方をね、紹介しますと、多くの宿がバイキングにする中で、イサゴは旅館らしい和定食にこだわります。焼き魚、焼きたてのだし巻き卵、味噌汁、そして何よりも人気なのが、だしが美味しい豆乳鍋です。ということで、ね、こちら、はい、オープンしてみるとこんな感じ。これもね、この豆乳鍋めっちゃ美味しかった。だしがやっぱかなり効いてましたね。朝からしっかり食べられる健康的な朝食が嬉しかった。神戸牛のしぐれ煮が美味しかった。ゆっくり過ごせる朝の時間が良かった。などご好評をいただいております。ということで、ホームページそのままなんですけども、ほんまね、確かにその名の通り満足のいく朝食でした。そしてレストランの方もね、こんな感じで随所に凝ってる内装が施されてまして、雰囲気もね、良かったですね。ということで今回の紹介は以上となります。
ね、宿泊費用を抑えて豪華な食事を楽しみたいって方にはね、こちらのホテルなかなかおすすめかと思います。また新神戸駅から5分なんで、遠方の方からもね、結構立地的にもいいかと思います。はい、ということで以上となります。ご視聴ありがとうございました。